皆さんこんにちは。レック専任講師の根本です。これより全科目択一閣問コンプリート講座、民法の第1回目、前半の講義を始めてまいります。まず、この講座のコンセプト、および講義の進め方を説明していこうと思います。レジュメの方ですが、1ページを開けてください。この講座は、去問について解説する講座です。 えそのため、できれば事前に問題を解いて、講義を聞いてほしいところです。え、それと、え、問題を解くといっても、何問から何問まで解いてから講義を聞く、ではなく、こちらが問題を指示します。問題を指示しますので、その指示したら、WebDVD を止める。WebDVD を止めて、そして講義を聞く。で、その後その講義を聞いたら、またそのあるタイミングで、では次のこの問題を解いてください。どうぞと。と言いますので、WebDVD を止めて、 問題を解く。で、問題を解いたら講義を聞く。という形でやってください。で、WebDVD はぜひ止めてください。こちらは一応、演習画面というのをつけますが、大体10秒から20秒程度しか用意しておりません。なので、WebDVD を解いて、自分で解き終わったら聞くようにしてください。はい。そして、えー、解く問題ですが、すべてを解くわけではありません、えー。2つの問題に分けて解いていきます。 ステップ1、ステップ2と分けていきます。ステップ1というのは、その分野のところで論点が詰まっているもの。あ、行為能力だったらこの問題、いろんな論点詰まってるね。よく出る論点が詰まってるねと。という問題をステップ1としてまずやり、その後、ステップ2というところで、その分野で難解な足。それを説明していくという形でやっていきます。2。 受講の際に心上げること。単に丸ツをつけるえ。このやり方をしていくと、問題を覚えるはめになってきます。その下、問題を読んだら、知識を思い出して丸、丸ツをつけるえ。これ何の問題、問題を見るこの問題はあの部分を聞いている。結論はこの場合できるになっている。だからこの場合ツなんだ。問題を見たら、 知識を思い出して、できればメモしてほしいんです。こういう理由付けだよとかね、こういった結論だよというのをメモしておいて、その上で丸抜をつけるようにしてください。これ単純に丸抜だけやっていくと本当に問題自体を覚える羽目になりますので、注意をしてください。3、復習の際に心がけること。1、 講義の範囲内で触れていない過去問。これを全部解くと。で、まあ、できれば平成10ですが、もう時間の方が絞られてると。時間が限られている方は、15年以降でも構いません。15年以降の問題は絶対解くようにしてください。実はその下、米印。推論問題。学説内容を問う問題のことですが、もうこれは全部飛ばしてください。この学説を問う問題は、もうこの少々試験。 憲法でしか出ておりません。民法ではほとんど、もうここ5、6年以上出ておりません。なので、ここに時間を費やされるのはもったいないので、まずは学説問題は全部飛ばすようにしてください。この講座でも学説の問題は全て飛ばす予定です。で、次、丸の2。次は基本テキストなどに情報を集めてください。 どういうものを集めるかっていうと、二つありまして、一つは、間違えた足なんです。間違えているということは、自分の頭に入ってないってことを意味します。自分の頭に入っていないので、テキストを見て、どの知識が入ってないかを確認する。そういうことをやってほしいんです。あともう一個は、新しい情報があれば、それもぜひ集約していってください。 丸三。条文レベルの問題。これはぜひね、条文レベルで片付くものは、条文を引いてください。あの、条文読まなきゃ受からないってわけじゃないんですが、一つの知識があって、いろんな角度で見た方が、記憶って高まるんですよ。たときに、条文だけで片付くものっていうのは、なかなか記憶残りづらいんです。だったら、レジュメという形式、問題という形式、 そして条文という形式でいろんな角度で攻めてほしいんです。なのでぜひね、条文、学校本拠のものは条文を引いてください。で、最後に、講義レジまで使えそうなものえ、こちらの方、レジュメの中でね、あ、この表いいなというのがあれば、そんなものもね、あの、こちらの方、教材などに貼り付けるなどしてもいいんじゃないかと思います。 ぜひ、そのような形で、この講座、取り組んでみてください。では、長くなりましたが、じゃあ実際の問題から行きましょう。まずは、行為能力の問題をやっていきます。まずは、こちらの方ですが、体系番号は2の16。年度番号は25年の4問。こちら、体系番号と年度番号が書かれています。こちらの方をね、ページ2は特に言いませんが、ぜひ、このあたりで、自分の合格ゾーン、もしくは過去問集からね、 探してください。体系番号はレッカーつけている体系番号ですね合格ゾーン以外では無理だと思います。年度番号は、まあ、どの格好者でもあると思いますので、年度番号をこれを元にしながら探してみてください。じゃあ行きましょう。体系番号2-16。年度番号が25年の4問です。行為能力ステップ1ということで全部やってみてください。どうぞ。 はい。えっと、レジュメの方は2ページの方を開けてください。えー、貢献、補佐、補助を、えー、これで区別、えっ、ー、と、比較しています。一番上、開始の手続き。えー、そのえー、全部ね、開始の審判があって、初めてスタートしますよと。で、その下、請求権者。で、これ、誰が、この審判の請求ができるかと。 ま、詳細に載ってはいるんですが、少なくともこの上2段、ここは全部共通しますので、ぜひここまでは覚えるようにしてください。本人配偶者4親等の親族というところです。えー、この貢献状態になった本人が裁判所に行って、私を貢献、非貢献してくださいと、いうことはできます。まあ、ですが、この非貢献の方自ら手続き取るっていうのは、 まあ難しいと思います。だから、その配偶者もできるとしました。ただ、非貢献がご高齢だと、配偶者もご高齢の可能性は高いんです。そのため、周りの家族が行けるようにしました。4神等の親族です。珍しい数字になってます。4っていうのは。この試験で、4ってあんまり、4神等で出てきません。はい。これで、うの足を確認してください。 うの足ですが、この配偶者、え本人配偶者四神党は、どの手続きでも共通しますので、だからこれは誤りとなります。では次、本人の同意というところです。本人の同意がいるかというと、これは別に色をつけなくて構いません。基本的に貢献に関しては、 状況は状況なので、一切同意は取りません。一切同意は取りません。本人の状況が、そう、状況なので、同意がなければできないとことは一切ありません。逆に、補助は、何をするにも同意が必要です。一方、補佐については、 ごめんなさい、こっち、ここじゃなかった。すみません、ここじゃなかった。すみません。一方、補佐に関しては、一切、あ、違う、補佐に関してはね、基本的には不要なんだけど、一つだけ、ここだけ同意が必要です。全くいらない、全部いる、一箇所だけいると。 はい。で、補佐、どんなところで必要になるかというと、これは代理権付与、代理権付与の時だけ必要になっています。その観点で、おの足を見てください。えー、補佐に関しては、こちら、代理権付与以外では本人の同意はいりません。一方、補助の場合は、 本人の同意がどんな場合でも必要になります。表に戻ります。え次は同意権という部分ですえ。後権に関しては同意権がない。まあこれはいいとして。次、補佐。補佐に関しては同意権。不要の審判は不要です。補佐開始によって当然13条に該当する分。 補佐解消審判で、当然13条の行為については同意権が付けられます。一方右、補助。補助に関しては、同意権付与の審判が別個必要です。開始審判とは別に、同意権を付けるという審判が必要です。で、この審判があったものだけが同意の対象となってきます。 で、この観点で絵の足。え、これを見ていくと、贈与という行為は13条に該当します。なので、この贈与をするには、補佐人の同意が必要です。一方、え補助についてはえ、この同意の審判がなければ、同意を取る必要はないことになります。 では、下から2段目、取り消し権。どんな行為が取り消せるかと。というと、後継に関しては、同意があろうがなかろうが、すべかなく取り消せますよ、と。まあ、日常生活に関すること。まあ、これに関してはね、取り消せませんが、それ以外は基本同意があってもなくても取り消せる。一方、補佐と補助に関しては、これは同意が取れなかった場合、同意がなかった場合だけ取り消せる、という仕組みになっています。 ただこれも日用品の購入に関しては取り消せません。で、この観点で、あの足が罰となります。では最後に代理権です。代理権ですが、後見に関しては代理権を付与の審判は、これはいりません。開始審判だけで当然代理権がつきます。 審判だけで当然代理権をつくのは公権だけで、補佐と補助は別個、代理権をつける審判が別個に必要になります。で、ここで補佐については、これ同意が、本人の同意がなければ代理権はつけられないよ、というふうになってくるわけです。これが意の部分、ということになります。 審判があったら代理権なのか、審判がなくても代理権なのかという観点で見ると、この意の足がすんなり丸といけるんじゃないでしょうか。はい。ではこんなところで終わりにいたしましょう。では次の問題いきます。体系番号2-17。年度番号が27年4問です。 えー、行為の能力、えー、ステップ1もう1個いきましょうどうぞはいレジュメの方は3ページお願いします え行為能力と載っていて、冒頭に未成年の行為能力と載っています。で、まず未成年の定義から確認していきましょう。表の下の中の位置を読んでください。未成年、一定の年齢に立たなければ未成年と扱われます。そして、これですが、婚姻をすると、成年扱いになると。 はい。ということで、これが絵の足。いわゆる青年犠牲になれば取り消せないよということです。では、改めて表に戻ります。表の原則を見てください。法律行為をするには、法定代理人の同意が必要となっていて、じゃあ、ここで言う、法定代理って誰と、えー、中の2を見てください。 え基本的には父母になりますが、養子をしている場合は、これ、養親が親権を持ちます、まあ。ちなみに誰も親権を持つ人がいなければ、未成年後継人が出てきます。えすると、今回の井の足。井の足は、養子に行ってるってことは、これ、親権を持っているのは養親です。ですから、養親の同意が必要だって、実親ではダメです。 ですから、実親がしたと同意があったとしても、それは無駄なので、取り消すことができますよ、と。では、続いて、原則のところ、二段目行きましょう。全国の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。相手側が契約当時、その未成年を成年になることを信じ、 そのように死んだことについて、過失がなかった場合でも、取り消しができる。未成年と相手なんですが、このえほ制度は未成年保護を、これを強くやってます。だから、こっち側、相手が、いや、未成年と分かんなかったよと、というような状況であっても、取り消しの方が優先します。未成年保護の方が優先するので、一方的に取り消せる。相手の状況関係なく取り消せるんだと。 これが右の足ということになります。表の部分ですが、この下の例外を見てください。はい、今の仕組みで同意がいるよ、なかったら取り消せるよという仕組みになってますが、同意がなくてもできること、まあ,ある意味取り消せないことが3つあります。1、単に権利を得、 義務を免れる行為。で、冒頭に単にって書いてます。ただと思っていい。ただ権利を得るだけ。ただ義務がなくなるだけ。売買契約はこれに当たりません。売買契約は、所有権を取得しますが、代金債務を負うことになるので、権利を得るだけとは言えません。贈与契約はどうかと。これは、 負担付きかないかで、えー、負担付きか、負担がないかで違います。負担付きの贈与を受けた場合っていうのは、権利はいるけど、負担がきますから、この丸一に当たりません。当たりません。ですが、負担がなければ、えー、こちら、単に権利を得、義務を免れるに該当します。この部分が、今回の足の、足の尾かな尾の部分になります。 ちゃんとこれ負担付きか負担がないかというところ、ちゃんとそこも読み取ったでしょうか。では、表の方に戻って。え、今度、例外。あと2つありますね。丸二、目的を定めて渡したもの、いわゆるおこず、え、学費とか。目的を定めないで渡したお小遣いとか。これは渡した時点で同意があったと。 私たちで同意があったと考えますので、もはや取り、もはや取り消しは認めないと。で、丸三営業許可。もう営業の許可まで出ていれば、え、これはもう取引相手の保護を考えて、もう取り消しはさせないよと。この例外丸二については近年出ております。ちょっと問題見てやってください。体系番号2の20、年度番号31年の4問、 31年の4問こちらの、えー、とあの足かなはいあの足で、えー、出ておりますでは戻りましてでは最後に、えー、レジュメの一番下中の3を見てくださいえー、まあ結論から言えば取り消しは取り消すことはできません 未成年が売買をする、多額の債務を負う。それを未成年が勝手に取り消す。これによって、多額の債務から解放されます。その取り消す行為を取り消せば、また債務が復活しちゃいます。取り消しによって、未成年保護は図れているんだから、これを未成年が独断だとしても、その取り消しは認めません。 これがあの部分の知識となります。はい。ではこれぐらいにしまして、続いては体型番号2-13。えー、年度番号は19年の6問。えー、こちらを全部やってみてください。どうぞ。 はい。えっと、レジュメの方で言うと、4ページお願いします。履行済みの返還義務の範囲。え、これは取り消しや無効した場合の話と思ってください。取り消し、無効があった時の話と思ってください。物を渡した。その後、えー、お金を渡した。 取り消したとか言った場合、それはどうなるのって言ったら、原則。現状を返せと。現状のまま返せと。現状、まあごめんなさい。現状に戻して返せ。現状に戻して返せ。これが基本になります。渡したお金だけなく、場合によっては利息をつける必要もあると思われます。さあ、例外。例外ですが、 これ、無償行為。例えば、もらったもの。もらったものなどに関しては、これは自分のものと誤解していることが多いので、善意であれば、現存利益でいいよと。もらったものに関しては、現存利益でいいよ。え、これは、もらっていると。自分のものと誤解しているので、使ってしまうよねと。使ってしまうので、これは残っている分でいいよとしたわけです。使った分はもう解散でいいよと。 例外の2。意思無能力制限能力。これは保護を強くするために、この未成年取り消し、意思無能力の無効に関しては、一日現存利益でいいよと。現存利益でいいから取り消しちゃいなと。返還は現存利益で許してあげるから取り消しちゃいなと。取り消しをしやすくするために、 取り消し無効証張をしやすくするために、返還は現存利益と軽くしてあげたんだと。そのように思ってください。はい。では、今回のあの話を説明していきます。未成年と X で売買契約をしました。未成年がお金を渡し、絵画を受け取ったようです。 で、この後に、この売買契約の取り消しになりました。ただ、この絵画が、何らかの理由、確か火災かな天災か。天災。もう誰のね、せいでもなく、これなくなってしまったんです。未成年が取り消しますから、現存利益で返す。現にそのまま、残っている状態で返せばいい。ですから、この絵画は、もうこれ壊れてしまってますから、 まあ、返さなくていい。まあ、もしくは、壊れた状態で、返せばいいと。新品に戻すとかね、新品の価値を払うとか、そういう必要はないんだと。はい。ということで、えー、この現存利益だから、そのまま残っている状態で返せばいいということを聞いている問題です。はい。次は、井の足に行きましょう。 で、意の足の部分ですが、これは無効と、えー、取りけ、えー、無効取り消しの比較をしています。無効っていうのは、はじめ二段。無効というのは、えー、当然に効力がない。何もしなくても効力がないのが無効です。一方、取り消しというのは、何もしないと有効です。取り消すっていうことをすることによって、有効かな、 無に変わるんです。つまり取り消しというのは、どっちに転ぶか分かんない状況を指します。とりあえずは有効だけど、取り消すってことを言えば、向こうにチェンジすると。権利関係が不安定になっちゃうんです。どっちに転ぶか分かんないという不安定な状態になります。そのため一番下、取り消しの方は、 期間制限を課してるんです。権利関係がどっちに転ぶかわからない。こんな状況が長いと困るので、年数縛りをしています。一方、無効については、初めから無効で、言っても言わなくても無効なんです。権利関係が変わるという話じゃないので、これは主張期限というのを設けておりません。 はい。では続いて、右の足に行きます。で、うの足ですが、A が B と契約しました。で、この B と C で契約をした後に、A が何らかの理由でこれを取り消しました。C は取り消しの前に登場している、取り消し前の第三者という状況です。基本この C は無権利者です。 というのは、取り消しには訴求項があります。はじめから AB の売買はなかった。はじめから B は所有権を持ってなかった。だから B が C と契約しても、これは所有権がない人の売り買いだから他人物売買になると。だから本来 C は無権利者で保護されないことになります。あとは、この取り消す場合の取り消しの理由によっては、 死を保護する条文がある場合があります。例えば、そこに、下に載ってますが、ちょっと一個付け、加えます。作語、入れておきましょう。作語。これは皆さんにお配りするときに私に入れておきますね。作語や脅迫に関しては、すいません、ごめんなさい。ごめんなさい。作語に関して、詐欺作語、詐欺作語に関しては、保護規定があるんですよね。 こういった保護規定があれば保護されますが、制限能力取り消しとか脅迫取り消しでは C を保護する規定がないので C は当然無権利者扱いされます。一方、表の上から二段目。AB が契約して A が即座に取り消す。 その後に B が C に打ってしまう。で、これは C が取り消し後に登場する。いわゆる取り消し後の第三者です。この場合は一律対抗関係です。取り消し後の何とかは基本一律対抗関係になっていきます。で、今回のうの足。 これはどっちでしょうえ、これもし取り消し、非交差ですから、これもう取り消し前に出てきてるんだったら、これは第三者保護されません。はい。すると今回、このうの足は、取り消し後でなく、取り消し前に第三者が登場してますから、第三者は保護されない、っていうことになるわけです。よって、対抗することができないと言っているこの足は、 誤りりになりますはじゃあ次は尾の足差実についての問題ですえちょっとまず効果の面を見てくださいえ砂実 制限能力者は本人、えーえー、制限能力者本人は取り消し権使えない。そして、丸に。保護者側も取り消し権使わないと。使えないと。まあ、差実をするような方、まあ、制裁を課すと。いうことで、一切取り消しができないんだよと。じゃどんなことをすると差実になっちゃうのと。それが上の要件、1、2、3です。1。自分の能力を偽る。 に誤信させる目的がある。そして三です。誤信したこと、騙せたことなんです。騙せたことが要件なんですよ。するとね、おの足、騙せてないんです。ってことで、おの足は騙せていないことから、これは差実になってない。だから、 取りり消しはできるとなりますえ最後に足です、まあ絵の端ですがまあ独創的な論点ですがえこちら同意についてですが成年後見に関しては非貢献に関しては同意しても無駄だということもあって同意があってもなくてもやった行為は取り消せるということでした。